どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。いやー、釣りに行って全く釣れなくて、やっぱり釣りバカって釣り具焼きとかくっそ楽しいですよね。また大量に買っちゃいましたよ。ちょっとこれ釣り行く前に買ったんで、もう開いてるんですけど、デラブレイク、デラブレイクに、リズムウェーブの 2.8 インチ開いちゃってごめんなさい。これまずこれで結構釣り具をいろんなとこ点々とねしたんで、これの他に大好きドライブシャット、ドライブシャットの、3.5 インチを買いました。で、さらにシャット祭りですよ、リズムウェーブ、リズムウェーブの、3.8 インチ、リズムウェーブの 3.8 インチで、さらにリズムウェーブ 2.8 インチ、さっきの一番最初に出たのの色違いを買いました。ちょっと白系が使いたかったんですよ。っていうのは今日釣り行った時も濁ってて、で俺黒しか持ってなくていかなくて、これですね、もうひたすら投げまくったんですけど、ちょっとこれじゃねえなと、色がこれじゃないなっていうことで、ちょっとこうスピニングで負けるので、これちょっと試してみたくて買っちゃいました。デラブレイクで、メニーバイト、これのサイズのちっちゃいのを買いました。僕もともと持ってるのが、これの1個下ですね、1個上か、1個上の4インチ、これ3インチですね。これ結構ラバージグとかに使ってるので、これがまた安くなってたんで、これも買っちゃいました。釣り具って意外と高いですよね。これだけで多分5000円ぐらいかな、総額で5000円ぐらいになってますね。ちょっとこう最近釣り具屋に行く機会がなくて、気づいたらでっかいバーサスの8500のボックスがスカスカなんですよ。ハードルアーは100均とかで買ったりしてて、で今飾ってるのもあるんですよ。結構使っててスカスカになってて、まあまあ釣れてない、釣れてはいるんです、カメラが回ってないところで。っていうのはカメラを持ってかないっていうのを最近ちょっと試してて、ここ今度うちに行ってみようっていうところにカメラなしで行くとたまに釣れちゃったりっていう、ちょっと失格なんですけど。まあ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 、これからもっといろんなお魚に出会うためにまた釣り具を買い揃えました。釣り好きの皆さんあるあるだと僕は思っています。釣り具屋に行ったら、あ、これも欲しいこれも欲しいって気づいたらそこそこの額になってるっていうの、これあるあるですよね。いやー、またね、今週末海釣りにメンバーで行くっていう日があるので、ぜひねそこで釣果をあげたいと思います。っていうのはこの辺海で使います。ちょっとねこの辺海で使ってみたいと思うので、ちょっと釣果を出してみたいなと思っております。あとツイッターやってますので、ぜひフォローしていただけたらなと思っております。最後までご視聴ありがとうございます。